どうも、西名正樹で、西名正樹と申します。さて、今回の動画なんですけれども、五十嵐俊二3部作すごいね、多くの再生回数、そして多くのコメントをいただきましてですね、誠にありがとうございます。ぽっちゃりが来ましたよ、ぽっちゃりが。ぽっちゃりがやってまいりましたよ、ぽっちゃりが。はよおいで、はよ。まあ、俊二との出会いはあれですよね、だからウルトラマンメイビウスです。そうですね。あの当時君が何歳？19ですね。19、これが24?3。あの時はまだね、50キロ台だったんで、体重も。まあ何キロよ？90です。この星の人たちと共に得た大切なものを光の国の新たなウルトラマンたちに伝えていきます。行けよ、さよなら、今までありがとうございました。そんなんやった？そんなんだったよ、今までありがとうございましたみたいな。ほんまに？いや、ほんとだって。いろんな役やってって、うん、メビウスだったら俺はもう日々の未来でしか見られないわけだし、ルーキーズでニャーが好きだったって言われても、うん、俺だけど俺じゃないじゃないですか、役じゃないですか。まあ難しいとこやな。そう、芝居、お芝居をしてたから。うん、うん、まあもちろんな、それが役者やからな。そうそうそう、うん、俺が好かれてるわけじゃなくて俺の役が好かれてるだけだなって思い始めて。ここの人たちは、うん、役の俺じゃなくて五十嵐俊二個人として好きでいてくれるんだ。俺の話で、個人の話で笑ってくれるし、うん、個人で好きだからお店も来てくれるし、うん、っていう感覚になっちゃったんですよ。いつまで持つか分からない仕事だしっていうのも、ね、いろいろ交差してる時に、うん、そのやっぱりその自分を好きでいてくれる人の周りにいたかったんですよ。結構ツイッターの方にお仕事の依頼とか来るんですよ。まあ今夜のねバーやってるわけだし、そこのね負担にならないぐらいだったら芸能界やってもいいかなっていうのは、うん、まあそのためにはもうちょい痩せれば、え、もうちょい痩せれば、まあ、そこまでそこまでじゃないよ。今はあんまりないですけど、やっぱりその当時は結構オフの日とかね、みんなでこう一緒に遊んだりとかしたことあったんですよ。でその時に一回しゅんくんがちょっと張り切りすぎまして、メイド喫茶行ってみるかっていうことがあったんですよ。みんなで、ね、メイド喫茶行ったのよ、みんなで。へえ、俺行ってないわ。お兄ちゃん行ってないで、ちょっとしゅんくんがね、はしゃいだんですよ。そしたらばこう何個か離れたテーブルのお兄さんたちが、なんかあの人はウルトラマンの主役にひそひそひそって話し出したんで、ジョージがその辺過敏に反応して、ジョージがこうちょっと入ってよっつって、で秋葉原の路地裏で、主役の自覚あんのかよってジョージに怒られます。うそやろ。なんかうっすら覚えてる。それは今から思えば自覚持とうかと思ってあるけどね、一応ほら、ね、子供のヒーローなわけだな。子供のヒーローだからね。だからやっぱ年、さっきも言ったけど年下の分自覚はないよね、主役っていう。3つの動画で本当に20万回再生以上を、今現状していて、コメントも1000件を超えているんです。本当にそれはありがとうございます。感謝しかありません。ね、まあコメントを見ててもこう瞬時痩せろと、それはね僕も思います。痩せた方がいいと思います。それは、なんていうの、メビウスやらずとか関係なく、あいつはちょっと太りすぎだなと思っております。まあ、僕もね、でも実を言うと、そのコメントでは、龍さんは変わってないみたいなことを書いてくれているんですけど、僕も実を言うと、ウルトラマンの時からは、かれこれ10キロぐらい太ってるので、僕自身もまあ多少はぽっちゃりしているんですけど、僕よりもやつは、ごちゃごちゃしちゃってるので、それはどうなのかなと思っておりますが、本当にでもたくさんの、反響をいただいて本当にありがとうございます。
本当にメビウスを、今でもたくさんの方に愛していただいてですね、本当に15年前、その当時、例えば4歳の人は今19歳、大学生になってるわけで、本当に、なんていうんですか、年齢層、広い感じで見ていただいてるみたいでですね、本当にありがとうございます。ね、今年メビウスがだからその15周年ということなので、まあ、その、メビウス関連のゲストであったり企画であったりっていうのをまあいろいろやれたら嬉しいななんていうのも思っております。でまあ五十嵐俊二3部作と前回はさせていただきましたが、ね、準レギュラーにしてほしいみたいなコメントもいただいておりますので、俊二とまたタイミングがあったらちょいちょい出てもらおうかななんて思っております。それで、今回の動画はですね、要は入りきらなかったやつ、本編に入りきらなかったやつをですね、新たにつなぎ直させていただいて、未公開編っていうのかなという形でですね、一本の動画にさせていただきたいと思います。他のメンバーってさ、今もこの間俺がグループラインを作ったら、ちょっとあれさ、作ったじゃないですか、グループラインっていうね、メビウス会っていうグループラインを作って、うん、作ったよ俺がな、ウルトラマンの時に隊員がみんな入ってるわけじゃないですか、うん、あれなんすかいや、じゃあ、まあ、招待するのはいいんですよ、うん、で西田正樹筆頭にメビウス会が作られたわけじゃないですか、グループライン、うん、一応な、一応な、うん、何にも書かないからみんな何のことやらっていうとも思ってると思う。違う、だからそれはあと2人メンバーが入れば隊員が6人揃うわけやんか。今4人入ってるから俺含め、あ、そうですね、そうですね、あと4人、あと2人隊員が入れば一応つながるわけやん、はいはい、そしたらなんかこう文字を打っていこうかなと思ってんだけど、今2人招待してるけどなかなか入りやがんねんね。あれ1人招待したいんすよ。え、誰招待してるの。このみしてる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 、そうだしてるって、そうだ、うん、昨日見た気がする。あ、お前好み招待してないよ。ほら今招待するわひどいわ